はい、香川光政です。今回は耳コピーのコツその4です。もう4度目になると大体言うこと決まってるなとは思ってると思うんですが、今回は、ちょっとタイプが違う曲を、撮りたいと思います。途中から流しますが、もう知ってる人にはおなじみ、ジャズ屋にとっては、まあ、絶対知ってるなという、まあ、定番の音源です、チャーリー・パーカーの、コンファメーション、のソロの初めのところを撮りたいなと。で、ベースという楽器、まあ、耳コピするときにとりあえず音出して撮るっていうスタイルだとどうしても他の楽器の音って超撮りにくいんですよ。まあ、ピアノまあ基本的に弦楽器の音はそんなに撮りにくくないんですが、音色がだいぶ変わってくると音程が目印になりますが、音色で撮ろうとするとすごく難しいです。で、とにかく、何度も言いますが、自分でまず歌って撮るというのが重要になります。で、今回撮るのはで次のソロ入りです。これもう、口ずさめる人も多いと思いますが、実際に弾くのはアルトサックスの人が多いので、実際に撮ってみるとどういうものかっていうことですね。で、文明の利器を使いまして、これ使うかどうかでだいぶ速さが変わるので、ループをまずします。で、遅くします。今 50% ぐらいですね。で、コンファメーションは一応キーは F です。なので F のを確認で、ただジャズなのでコード知ってるか知ってないか、コードにまとわりつくようにソロをすることが多いので、っていうような感じですね。F メジャーで、今の場合は Em7flat5A7 で D マイナーのところですね。そうですね。で、取ってきます。なんかすごい音ですね。この音ですね。結構撮る前までは勝手に F メジャーに対してだと思ってたんですが、ドミソドミソ、結構すごい音挟んでますね。ちょっと解釈に苦しむ音ですね。直前が C7 だと考えれば、それに対して B の音を弾くっていうのも考えられないので、まあなんとなく来たのかなって感じですね。そうですね。なかなかすごいですね。C のナチュラル、シミソファお。これミのフラットですね。F メジャースケールだったらミはナチュラルで、まだ F メジャーのコードなのでミはナチュラルかと思いきや、ドゥッダダダダって来てますね。まあミのフラットはレに対するクロマチックアプローチと考えることもできますが、なんかどうかなって感じですね。まあ F7 的に弾いてるってことなのかもしれないです。そうすると初めのドゥッダダのこの音も納得いきます。ちょっとわかんないですが、本人がどう考えてるか。かな。かな。
トゥトゥルルトゥトゥここまでは合ってそうですね。うん、こっちかな。シのナチュラルミー、あ、まあこれ実際使う人は、確認してください。ドゥダですね。このこら辺はてて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 てこんな感じですね。トゥテテテテレテトゥテテテテレテテテルトゥテテテトゥテトゥテテテトゥこんな感じですね。うん、OK そうですね。という感じで撮れます。ただこれアルトサックスなのでユニゾンしてもだいぶ印象違いますよね。あ、音小さかったですね。よっと。なので一体感っていうのがちょっと少ないんですよ。よっと。ということは、これが合ってるという確証を得るためには、まあ一番いいのはアルトサックスの音で、ユニゾンするとすごく音色に似てるので確実に合った感じがしますが、ベースだとなかなかそれが難しいです。なので、自分でまず歌って、歌だけでユニゾンしてみると。トゥタラリラリルルルルルルタパラトゥティトトタテトゥ。で、撮っていくと。で、撮ったものとユニゾンしてみると。うん、最後の、これ、面白いですよね。という風にニュアンスまで寄せていくと。いうわけで、とにかく、歌って自分の中で一回口に出してみないことには、イメージが具体的になりにくいです。まあ逆にイメージが具体的であれば基本的には歌えるはずなんですよね。ただ声の技術っていうもの、音程を取るための技術っていうのもあるので、あくまで大雑把にっていうことにはなってくるんですが、それでも歌えるだけで取るのが異常に早くなります。今回のようなアルトサックスとかサックス関係、音程がちょっとこう怪しいような音程平気で出す楽器っていうのは、より自分が歌えないと楽器で撮るのが難しいので、ぜひ歌いながら撮ってみてください。加賀光正でした。それではまた。